ニュースポスト7です。再婚相手は元女優でした。一般女性との結婚を電撃発表したアンタッチャブルの柴田秀次さん。お相手の女性は芸能活動の経験もあるそうです。柴田さんの知人によると、女優歴は10年ほど。大学時代から女優やモデルとしてドラマや映画、舞台と幅広くいろんな作品に携わってきましたとのこと。過去にはファンキー加藤さんと元妻のダブル不倫が発覚し離婚。女性絡みのトラブルで長期間活動休止していた時期もあった柴田さん。今度こそお幸せに。ニュースポスト7。